ということで今回もやっていきましょう。どうもラルでございます。ということで今回もですね、スマホ版にゃんこ大戦争の方やっていくわけなんですけれども、今回もですねこちら魔王憑依ということで破滅への序曲ですね、遊んでいこうかなと思います。ということで今回ですね使っていく編成に関してはこちらでございますね。基本キャラクターで1枠ね空いてるんで、ここにね、にゃんでやね入れました。ということで多分初見プレイの時にね一番最初の様子見でね、やった編成で、とりあえずね、まあ、プラスアルファ、その時は確かウルルンだったんですけど、まあ、とりあえず今回はね、ニャンデヤネンということで、まあ、コライノくん対策でちょっとね、やっていこうかなと思うんで、よろしくお願いします。まあ、とりあえずやってみましょうね。じゃあ行きましょう。ツジューン。まあ、とりあえずね、なんか基本キャラクターでやった時もね、そんなになんかね、きつい感じがしなかったので、もしかしたらこれいけるんじゃないのかなと思うので、とりあえずね、まあ、やっていきましょうね。はい。さあということで、まあ、大体流れの方はもう分かってるので、とりあえずそうですね、まあ、壁出しつつって感じかな。で最初の方は赤い敵の方がねかなり多いので、まあ、それをとりあえずねさばきながらって感じかな。まあ多分ね基本キャラクターの編成つってもね、多分出すキャラクターも全部多分出すわけではないと思うんで、本当にお財布に余裕があったらね出すかもしれないんですけども、まあ基本的にはそんなにって感じがするんでね、まあそこはとりあえずお財布の状況を見つつって感じでね、やっていきましょう。さあということでね、はい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 、いい感じですね。最初はこんな感じかな。でじゃあそろそろニャンデヤネンも出した方がいいかな。ちょっと待ってよ、出しとくかとりあえずね、ちょっとめんどくさいのはイングリスがちょっと出てくるので、まあそこもで、あとはカルピンが早めに倒せればすごく楽なところなんですよね。 あとは問題本当にカルピンなんだよね。でその後にコライノくんが出てくるんで、まあその辺はそうだね、まあニャンデヤネンでとりあえずまあ生きればいいんですけれども、まあとりあえずそれも本当に様子見ながらって感じかな。ちょっとイングリスが邪魔な感じがするけれども、まあちょっとじわじわゆっくりとね、やっていきましょう。お、いい感じですね。でこれ入るとレッパでかなりちょっと削れてしまうんですけれども、問題ないですね。なんかボス自体はそんなにね全然なんかやばいってわけでもないのでね、まあ、正直全然大丈夫なので、まあ軽くちょっと舐めても大丈夫じゃないのかなと思いますね。オッケー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 。で、カルピンがそろそろ倒れない、そろそろちょっと倒れて、あともう一回かな。多分もう一回ノックバックすれば多分ね、抜けると思うんだけど、多分そろそろね、来ると思うんだよね。ちょっと待ってよ。来た、こらえの来たぞ。なので、オッケー、タイミングよく、とりあえずリッスンじゃなくて、なんだっけ、カルピンか、が倒せたので、あとは、そうだね、もうコライノ対策をとりあえずやっていければって感じじゃないかな。お財布もそんなにきつくないので、このままとりあえず見ていきましょうか。よし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 、ニャンデヤネンをとりあえず投下して、まあ、できればね壁ももうちょっとね、まあ、ちょっと狂乱編もちょっとやってみようかな、せっかくなんでね。いけるかな。ちょっと結構ゴリゴリしたされてるね。ゴリゴリ、やめて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 、ゴリ、よし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 、オッケー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 。あとはこのアイノルが、でもまだ多分ねこっちまで距離あるんで、もしかしたらまあ多分途中で倒せるんじゃないのかな。多分遅く、どうなんだろう、早めにちょっと対策できちゃえばね問題ないと思うんだけど、どうかな。頑張って、こらえの、こらえのじゃないよ、僕たちのこの基本キャラクターたちにちょっとねもう挑んでるんで、いけ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 、でゴマ様倒して、お財布もちょっと緩くなって、よし、オッケー、来た、よし、もういけるんじゃない、ここまで来たらもう大丈夫でしょう。で多分その頃には、割かし多分 HP も削れてると思うので、お、出撃制限も来てますね。オッケーオッケーオッケー、もう大丈夫でしょう。なんかそんなにやっぱりなんだろうね、やっぱなんかいけるわって思ってたから、やっぱりなんかそんなに、大丈夫そうですね。よかったよかった。はい、ということで終了でございますね。まあとりあえずですね、まあ本当はちょっとね基本キャラクターのみでやりたかったんですけど、まあとりあえずね、まあ、ピンチヒッターでニャンディアネも入れて感じで、とりあえずね、まあなんとかクリアできたんで良かったなと思いますね。まあこのままどうだ、大丈夫だとは思うんですけどもね。大丈夫そうですね。 OK ということで終了でございます。
はい、ということで今回もですね、魔王憑依超極ムズということで、まあ、今回は基本キャラクタープラスアルファでやってみましたが、まあね、割と余裕で勝てたのでよかったと思います。またね、いろんな編成でちょっと遊んでみようかなと思うので、随時ね、動画でご紹介できればなと思うんで見ていただければなと思います。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。